君こそアスリート。今回は福島市の吉井田ミニバスケットボールスポーツ少年団女子チーム、現在19人のメンバーが元気に活動しています。試合が終わるまで勝つか負けるかわからないところがハラハラドキドキして面白いので好きです。全員で走って声も出してちゃんと5人でバスケットしてるところです。選手たちはチャレンジする心、諦めない心、感謝する心、この3つの心をモットーにワンチームの精神でプレーしています。県大会の準決勝とかでも最後に逆転して勝ったりとか、粘り強いチームだなって思います。チームの持ち味は粘り強いディフェンス。練習でもディフェンスのメニューを多く取り入れています。全国に行けば行くほど得点力のある選手がいたり、チームのオフェンス力があるところがたくさん出てきますので、そこと勝負しても大丈夫なディフェンスを作っていって、ディフェンスでプレッシャーをかけて最後まで諦めないバスケットを子どもたちにはやってほしいなと思っています。5人でワンチームになってバスケットをして、あとみんなで走ってディフェンスも粘り強くやりたいと思います。ゲーム練習に取り入れているのが先輩との対戦。吉井田は身長が低いので、大きい相手がつけないので、身長も高い人、センターとかをマークするのにとても練習になります。パワーとスピードのある相手と対戦することでチームのレベルアップにつなげています。自分がたくさん得点を決めてプレーでチームを引っ張っていけるようにしたいです。得意のディフェンスに磨きをかけて、チームが目指すのは